じゃ、2時半に江ノ電藤沢駅の改札前。その存在に救われたんです。今でも彼女のこと。もう十分、もういいから。出なくていいんですか？電車来たし。それにあの人の条件は分かってる。初めてをもらってください。ま、合格にしてあげる。マイロンと解決キスができて嬉しいな。それもあるけど。マイさん、父だー。恥ずかしい。